尾中正樹は、福岡県北九州市八幡西区出身のプロ野球選手、右と左打阪神タイガース所属。北九州市の私立、広陵高等学校入学時には外野手だったが、3年時に本格的に投手に転校。夏の大会は3年間すべて初戦敗退したが、毎日野球日誌にその日の反省を書き込んでいた。 広島経済大学に入学後、部のセレクションに志願し入部、入部時にはマックス時速 133km だった直球が、大学3年の秋には時速 150km を計測する。4年時の2016年に出場した全日本大学野球選手権大会では、九州国際大学との初戦で8回を投げて14、脱三振を記録する。 2016年の NPB ドラフト会議で、横浜 DNA ベイスターズから6巡目で指名。契約金3000万円、年俸720万円で入団した。背番号は29。DNA 時代2017年5月9日の対、中日戦5回裏からの救援登板で、一軍公式戦初登板。同年8月22日の対、広島東洋カープ戦で、 3点ビハインドの8回表から4番手投手として、登板し2イニングを無失点に抑え、その後の9回裏虫1塁から筒子を吉友、ホセロペス及び宮崎敏郎の3者連続本塁打による逆転サヨナラ勝利という NPB1 軍公式戦初のチーム記録によって1軍初勝利。試合後には以上の3選手と同時にお立ち台へ上がるという演出で、 ヒーローインタビューを初めて経験した。同年の公式戦11試合の登板で1勝1敗、防御率6.52位。チームがレギュラーシーズン3位から CS を経て19年ぶりに日本シリーズへ進出したが、CS でも日本シリーズでも登板の機会がなかった。11月10日に推定年俸920万円で契約公開。 2017年12月10日に阪神タイガースから FA で DNA へ移籍した大和の人的保障として阪神へ移籍することが発表された。背番号は27で、年俸は DNA での公開時の推定920万円となった。2018年開幕を2軍で迎えた。4月10日に移籍後初の一軍昇格を果たすも当番はなく、 翌11日に登録抹消。5月12日に最昇格すると、対広島戦に昇格即登板、7回表に、四万塁の局面からの救援登板で無失点に、抑え、遺跡後初登板を果たした。その後、中継ぎとして4試合に登板した5月は、防御率0.00と好調を維持。 6月末に登録を抹消されて以降は一軍と同様な担ぎとして登板を重ね前年を上回る28試合に登板しファーム日本一に貢献した一軍では12試合に登板指令賞いっぱい防御率3.86という成績を残したオフには前年から80万円増の1000万円で契約を公開20年のオフに翌年からの背番号を 40へ変更した。身長173センチメートルと投手としては小柄だが最速時速151キロメートルのストレートを投げ込む。切れ味の鋭いカットボール、縦スライダーを武器とするほか、チェンジアップ、フォークも持ち玉とする。チームメイトの小野康志小野レとは同じ北九州市出身の同学年で高校時代まで同地区で戦っていたことなどから、 信仰が深く、プロ入り後も共に、実習トレーニングを行うなどしている。阪神のヤマトが2017年の日本シリーズ終了後に、国内 FA 権を行使し、DNA へ移籍したことで DNA から阪神への保証義務が生じ、阪神が人的保証措置を求めたことから移籍が実現した。NPB において、新人入団した。 日本人選手が入団から年を越さずに遺跡へ至ったのは同じく、阪神の江川すぐりに次いで二度目の出来事。また、阪神が DNA から人的保障におけるプロテクト名簿を受け取ったのが2017年12月9日、阪神がお腹の獲得を発表したのが翌10日であり、事実上即日での決定であったことからも異例の遺跡とされている。ありがとうございます。